おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日の全国の天気をお伝えします。今日は広いエリアで晴れて穏やかなお天気となります。それではアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日は高気圧に覆われて晴れるところが多くなります。昼間はカラッと過ごしやすい体感ですが、朝晩はひんやりとしますので、服装でうまく調節をしてください。ただ停滞する前線の影響で九州南部では雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。沖縄も前線の影響でざっと雨の降る時間がありますので、お気をつけください。そして関東や山梨、静岡県周辺でも湿った風が流れ込み、にわか雨の可能性がありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。また北海道も西から前線が近づいてくるため、夜遅い時間ほど雨の降りやすいお天気となります。お出かけの際は雨具あると安心です。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。